ここにもいないか。私の思い過ごしなら良いのだけど。彼女が森に？優しいのは彼女の美徳だが、今はそんなことを言ってはいられないな。姫、どこにいるんだ？どうか無事でいてくれ。私の姫に触れないでくれるかな。大丈夫かい？命が惜しければ今すぐここから立ち去り、今後一切彼女には近づかないことだ。もしこれ以上の危害を加えようとするのなら、私は決して容赦しないよ。姫、そこに座りなさい。あんな時間に一人で森の中に入ることがどれだけ危険か分かっているよね。そうだね。自分以外の誰かのためにその優しさから迷わず行動できるのは姫の素敵なところだ。でも今私は怒っている。なぜだか分かるかい？姫が自身をないがしろにしてしまったからだよ。あの時、もし私が間に合わなかったら、君は命を落としてしまっていたかもしれない。それに、女性として死よりももっと辛い目に遭ってしまう可能性だってあった。すまない、怖がらせてしまったね。ただ姫には他人に向ける優しさと同じくらい自分のことも大切にしてほしいんだ。私は君を失うことが怖い。こんなにも余裕がなくなってしまうほどに姫のことを大切に思っているんだよ。姫、一つだけ私のわがままを聞いてくれるかい？
君がこうして私のそばにいることをもっと深く感じさせてほしい。